シカゴトリビューンはアメリカ合衆国の中西部における主要な新聞である。ワールズグレイテストニュースペーパーと自称している。シカゴトリビューンとはシカゴの五民館の位。1847年に当時台頭してきたノーナッシングと呼ばれる外国人排斥運動の新聞として創刊された。創刊当時は定住外国人やカトリック教徒について批判的な姿勢をとり、 外国人への恐怖に関する記事が、紙面の多くを占めた。創刊8年後に、ジョゼフ・メティルら6人がこの新聞を買収し、外国人への恐怖を与える内容は抑えられていく。しかしやがて禁止運動に傾倒していく。シカゴ市長のジョン・ウェントワースが2期目に突入した時、市長は、シカゴデモクラット氏をジョゼフ・メディルに売却した。 アメリカ南北戦争の戦前及び戦中には、ジョゼフ・メディルは、奴隷解放政策を後押しし、エイブラハム・リンカーンを強く支持。1860年の大統領選挙に立候補するようリンカーンを説得したのは、メディルである。その後何年にもわたって、この新聞は、共和党の政策に対して、強い力を持ち続けた。メディルは1871年のシカゴ大火の後、 シカゴ市長を一期務めた。1930年には当時禁止法によってマフィアやギャングが街を牛耳っていたため、市面で民衆の敵としてリストアップして避難した。民衆の敵ナンバー1はアルカポネだった。留意、トルーマンを破るの記事を掲げるトルーマン1947年にライノタイプを持ちシカゴ地元紙の印刷版型を制作していた。 印刷業者でストライキが起きると、シカゴトリビューンでは通常のタイプライターで元記事を作成し、これを撮影した写真を元に印刷版型の作成を行う手法を採用した。この手法ではライノタイプを用いる場合よりも数時間早く元記事を提出しなければならない。その結果、1948年アメリカ合衆国大統領選挙について、 実際の開票報告ではなく事前の世論調査と政治アナリストの意見に基づいて記事を執筆することとなり共和党のトマス・デューイの勝利との誤報を出してしまい笑いのにされた。デューイ、トルーマンを破ると書かれたシカゴトリビューンを持って笑うトルーマンの写真は有名である。それ以来この新聞は変化を遂げたとはいえ共和党寄りの方針が基本となっている。 この新聞を所有するトリビューンコーポレーションの参加にはロサンゼルスタイムズやボルティモアさんなど10の新聞野球チームのシカゴカブスがありまた約20局の地方テレビ局を抱える2006年まではワーナーブラザースとザ・ WB というテレビネットワークを運営していたまたニューヨークデイリーニュースと提携している二千八年十二月八日発行元のトリビューンが 前年の株式非公開化に伴う債務引き受けを原因とする約130億ドルの債務の返済の見通しが立たず、連邦倒産法第11章の適用をデラウェア州の連邦倒産裁判所に申請した。1925年から本社を構えるシカゴトリビューンタワーは1922年エリエル・サーリネン、バルタグロピウスらが参加した有名なデザインコンペの結果、 レイモンド・フットとジョン・ミード・ハウエルズのゴシック様式の案が選ばれて建設されたものである。後にフットは提携先であるニューヨーク・デイリー・ニュースの本社ビルも手掛けている。ありがとうございます。